今回は千葉県浜野ゴルフクラブインコースの16番ホール、ホワイトティーからピンまで331ヤードミドルホール攻略を紹介します。ティーショット第1打、目標は3つ目の池がフェアウェイに入り込んでいる手前、フックボールではトラブルの可能性が大きくなります。いずれにしても積極的に攻めるなら池の近くまで寄せること。ベストポジションはハザード近くにありです。セカンドショット、好位置につけたら、いよいよ池越えに挑戦ですが、グリーンは4メートルほどの砲台。グリーン周りのバンカーは1つですが、横に広いグリーンはショートもオーバーも許してくれません。距離感をつかむことの難しさと大切さを教えてくれるホールです。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。インコースの16番ホールはパー4、ホワイトティーからピンまで331ヤード、ハンディキャップは8、左ドッグレッグの池越えミドルホール。難易度は18ホール中6位、平均スコアは 5.32、 平均パット数は 1.97。 100切りの人は3オン2パットが無難です。インコースの16番ホール、パー4、ホワイトティーからピンまで331ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、第1打、目標は3つ目の池がフェアウェイに入り込んでいる手前、フックボールではトラブルの可能性が大きくなります。いずれにしても積極的に攻めるなら、池の近くまで寄せること。ベストポジションはハザード近くにありです。インコースの16番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、好位置につけたら、いよいよ池越えに挑戦ですが、グリーンは4メートルほどの砲台。グリーン周りのバンカーは1つですが、横に広いグリーンはショートもオーバーも許してくれません。距離感をつかむことの難しさと大切さを教えてくれるホールです。インコースの16番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。